男子20キロ競歩に出場 しました愛知テイプの山西です、おかげさまで今回は、銀メダルという結果を得ることができました。本当にありがとうございました。金メダル取れなかったのはとても悔しいので、またこの経験を次に生かせるよう頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。